でもどうするの？ほとんど手がかりないじゃない。それはめぐるくんに決めさせてあげるわ。え、僕に？早い話、何も思いつかないわけね。うっさいわね。ほら、いいから考えてよ。とりあえず作戦会議した方がいいんじゃない？何も考えないで動くよりさ。そうね、私も同感だわ。確かにそれもそうね。じゃあどこでする？あんまり人気がないところがいいんじゃない？やっぱり人気のないところ。人気のないところ、ひらめいた！あそこよ。わかったよ。なんとなく怪しいと思ったのよね、あの5人。やっぱりシルバーを殺したのは残り4人のうちの誰かなのかな。間違いないわ。私の推理によると犯人はザップかミヤビのどちらかね。ザップとミヤビか。どうしてそう思った？そんなの簡単よ。シルバーはヤマトさんと仲が良さそうだったでしょ。確かに、初めて会った時も2人はよく喋ってたしね。ザップかミヤビのどちらかが実はヤマトさんを好きだったのよ。嫉妬による犯行ってやつね。私の推理は違うわ。あのグループには何か隠し事があるような気がするの。きっとシルバーはそれを外部に漏らすと言い出したのよ。それで殺されたんだわ。隠し事か。あ、そういえばザップにみんなが集まるのは今回が初めてかって聞いたときに1ヶ月前にって何かを言いかけなかった？あ、そうよ、きっと彼ら5人で何か人に言えないようなことをやったのよ。それで仲間割れしたんだわ。じゃあシルバーが手に持っていたカードの意味は？あのカードザップがシルバーに渡したんだったわよね。やっぱりザップに殺されたって意味なんじゃ。あら、あのカードのヒロインはあなたのそっくりさんだったわよね。そういう意味でシルバーが握っていたという可能性もあるわ。ちょっと待ってよ。それじゃあ私がシルバーを殺したっていうの？忍も橘さんも落ち着いて。私は可能性の一部を口にしただけよ。めぐるくんはどう思うのよ。そうか、橘さんのことを意味している可能性もなくはないよね。めぐるくん。あ、違うよ。橘さんが殺したって意味じゃなくて、橘さんが何か事件の鍵を握っているっていう暗示かもって。
めぐるくんって私のことそういう風に思ってたんだ。だから違うって。とにかくアリバイがないのは僕も立花さんも忍だって同じだろ。でも僕たちには彼を殺す理由が全くない。まあそうね。ん？なんだ？いや、な、何？猿？こら、なんてことすんのよ！返しなさい！立花さん！バカね。ポテトチップくらいあげたっていいじゃない。そんなことより僕たちも追いかけないと見失っちゃうよ。放っておきなさいよ。そのうち諦めて帰ってくるわ。でも。どうしたんだろう、立花さん！誰か早く来て！見たところ、ここの従業員というわけではなさそうね。どうしてこんなところに入ったのかしら。何かある？あそこに落ちているの、もしかしてこの人のリュックじゃない？わかった！きっとこの人も私と一緒で猿にそのリュックを奪われたんだわ。それでここまで追いかけたけれど、このゴツゴツした石につまずいて転んじゃったのよ。それはおかしいわ。奪ったリュックを猿がこんなところに置いていくかしら。うん、それもそうね。あれ？この携帯って、
君の携帯とそっくり同じじゃない。M ってまさか。ハンドルネーム。ちょっと待ってよ、この少年もあのメンバーの仲間ってこと？だいたい頭文字が M のハンドルネームってみやびだけじゃないか。その携帯電源は入るのかしら。どうだろう、もしかしたら壊れてるかもしれない。リュックの中に何か手がかりになりそうなものは入ってないの？ほとんど何も入ってないけど、なんだろうこれ。なんて書いてあるの？爆弾？え？どういうこと？一体何が？少なくとも今わかることは、彼が何らかの爆弾事件を起こした犯人かもしれないってことね。第一発見者はどなたですか？私です。あそこは立ち入り禁止区域なんですが、どうしてあの場所へ？それは私が持ってたポテトチップを猿が持って行っちゃって、追いかけていたら偶然。猿がポテトチップを？大変申し訳ないのですが、場所を変えてもっと詳しくお話を聞かせてもらえますかな。え？あの僕たちは何も。そういうことは後でじっくり聞かせていただきますので。おい、連れて行け。はっ。もちろんそちらのお二方もご同行していただきますよ。はい。ちょっと話しなさいよ。最悪。このパトソン君適性診断コーナーへようこそ。今回もまたあなたのプレイぶりを評価してあげるから心して聞いてね。それじゃあ早速評価を開始しましょうか。まずは決断力の評価よ。やるじゃない。この調子ならなかなか期待が持てそうね。
次は判断力の評価よ。何よ、評価ガタ落ちじゃない。それじゃあ最終評価に移りましょうか。あなたのワトソン君適性はどの程度かしら。このままじゃダメね。もしかすると助手見習いに降格される日も近いんじゃない。無駄かもしれないけど、とりあえずアドバイスだけはしておいてあげるわ。あなたは何よりも判断力を向上させることに集中するべきだわ。考えて答えを出しても結果が伴わなければ意味がないわ。それはそうと、あなた肝心なところで重大な転機を見逃してしまっていたわ。次からは注意した方がいいわよ。まあ何はともあれ、また会えることを期待して待ってるわ。それじゃあまたね、バイバイ。Thank you.